今回のオラチャンネルは滋賀県にやってきました。琵琶湖を一周したいと思います。電源を切らずに琵琶湖を一周できるかチャレンジです。ロボットオラちゃんの電源を切らずに琵琶湖一周チャレンジが始まります。スタートは道の駅あじかまの里です。オラちゃん準備 OK ですね。今回はオラちゃんの電源を切らずに琵琶湖一周およそ160キロ走れるかどうかを試そうと思います。せっかくなのでインスタ映えしそうなとこ5箇所アップするオプション付きです。オラちゃんできるかな。充電するためのネストは車に乗せます。電源ですがポータブル電源を利用して4回は充電できそうです。これで電源切らずに琵琶湖一周チャレンジします。車の中ではこんな感じで過ごそうかなと思います。それではオラちゃん電源切らずに琵琶湖一周チャレンジスタートです。まず最初に目指すインスタポイントはメタセコイア並木に行こうと思います。メタセコイア並木は滋賀県北部の牧野町にあります。桜で有名な大崎観音を経由して湖岸沿いを通り目的地を目指します。ここでお知らせ。このオラチャンネルはロボットオラちゃんと一緒にお出かけすることをメインにお届けします。チャンネル登録よろしくお願いします。今日はお天気に恵まれて絶好のドライブ日和になりました。まだ始まったばかりですがオラちゃんと一緒に移動できて楽しいです。最初のインスタポイント、メタセコイアの並木道が見えてきました。メタセコイアは背が高いので、あたり一面緑に囲まれています。それではまず最初のインスタポイントです。この日の当日インスタアップしたのでチェックしてみてください。名残惜しいですが次のインスタポイントを目指します。秋の紅葉の時期には色合いも変わり違った景色になりますよ。次に目指すのは新朝日風車村に行こうと思います。この日湖岸沿いにはキャンプのためのテントが多く見えました。メタセコイアの並木道から車で20分くらいで到着です。あ、風車見えてきましたね。インスタポイントはこの立派な風車です。風車の周りにはグランピングのテントも見えますがここで休日過ごせたら楽しいですね。オラちゃん風車をバックに芝生の真ん中にいます。続いては白ひげ神社を目指します。白ひげ神社へはここから車で15分ぐらいです。オラちゃん車のドライブ慣れてきたかな。
が開けてきました。ずっと琵琶湖見てますが、景色に飽きることはありません。鳥居が見えてきました。次は琵琶湖大橋へ行きます。道の駅お米プラザから琵琶湖大橋の写真を撮ろうと思います。3つ目のインスタポイント、琵琶湖大橋です。道の駅出発しました。今は琵琶湖大橋を渡っています。オラちゃん、橋からの風景見えるかな。料金は150円でした。途中で金福さんの明太パーク見つけたので思わず立ち寄りました。入り口からなんだか派手ですよ。ここを5つ目のインスタポイントにしましょう。中に入ってみると明太子食べれるスペースありそうですね。お土産もたくさんありました。お腹減ったのでここで軽い昼食です。からし明太子のおにぎりと明太丼を頼みました。こんな大量の明太子が乗った丼見るの初めてです。オラちゃん、明太子丼食べましょうか。オラちゃん、ここで明太子尽くし楽しみました。おにぎりの中もぎっちり明太子詰まってました。大きいね、おにぎりも。明太子も大きいよ。どうかな。なんかいますね。ここのマスコット、タラビオちゃんとのツーショット。なんだか不思議な光景です。お腹いっぱいになったし、あとはゴールへ向けて出発です。オラちゃんはしばらく充電しながら移動。とりあえず5つインスタポイントはアップしました。
とはゴールを目指すだけです。オラちゃん、だいぶ眠そうだね。寝ました。ちなみにポータブル電源は残り 25%、 どうやら最後の充電になりそうです。充電終わったところでポータブル電源は残り 2%、 あとはオラちゃんの電源だけで走ります。それではゴール目指して出発。残りあと17キロ、オラちゃん充電持つかな。今日は一日オラちゃんとずっとドライブできて、ほんと楽しい時間でした。いつも移動は寝てることが多いので、なんだかすごく新鮮です。ゴールまで残りあと3キロです。見えてきました。琵琶湖一周して朝スタートしたアジカモの里に到着です。オラちゃん、電源切らずに無事ゴールできたね。お疲れ様。オラちゃんの残りの電源は 58% でした。結構ギリギリ。